です。お便りを紹介しますの前に、そうそう、今日諏訪さんがね、まあ、用事で休みなんですけど、私ふと思い出したんですけど、諏訪さんそういえば大昔にキノコ狩りで収録いなかった時ありませんでしたっけ？今思うと何キノコ狩りってって思うんですけど、なんか秋かな休んだのね、なんかそんなことあったなっていう記憶がなんか定かじゃないんですけど、なんかあった気がするんだけど、まあ、なので今日はね、今野さんが目の前に今座ってくれています。では早速お便りを紹介していきましょう。だからですよ、今野さん、総さんぐらい作家笑いしないとちゃんと笑ってそのなんかちょっとどうしました、急に作った感じのやめてください。天玉ネーム野富士さんからいただきました。千葉県の方です。ほっちゃんこんばんてん。今年もほっちゃんのファンクラブ黒猫同盟の継続をしました。 ありがとうございます。先日継続特典が届いたのですが、今年はオリジナル巾着なんですね。ほっちゃんの大好きなクリームソーダ柄で可愛いし、とってもおしゃれで、思わず大声で喜んでしまいました。日頃から使いたいのですが、一つしかないので家で大事に飾ります。お、間違った使い方。ほっちゃんのグッズはおしゃれなものが本当に多くて、いつも嬉しいです。黒猫同盟20周年目も、これ20周年ってわけじゃないんですけどね、まあ、黒猫同盟、20周年なのか、20回目くらいでいいかな。20周年目もほっちゃんと楽しい思い出ができますように、ということでね、お便りありがとうございます。そうなんですよ、毎年継続特典いろいろ作ってるんですけど、今年は巾着にしようと思って、まああんまりね、今までやったことのないものをどうせならやりたいので、意外と巾着やってなかったなってことで、結構こうあえてのペラペラ生地の巾着、なぜなら巾着重たいとカバン重くなるから嫌なんですよ、私。だからあえての薄めの生地の巾着に、大きさ、これくらいのお弁当箱以外の大きさ、ちょっと待ってなんて説明したらいい、大きさ、漫画キングダム入るかな、大きさ、キングダムが入るか入らないかぐらいの、いや入るな、あれはキングダム入るぐらいの多分大きさにの、薄めの巾着に、黒猫いつものエイプリルで男爵と、あとクリームソーダの柄の、絵をつけて巾着を作りました。なんかね、やっぱクリームソーダが私はここ去年ぐらいから来てるんじゃないかと思ってるんで、結構ね、あれですよね、文房具業界もクリームソーダ柄ね、来てますよね。河野さんわかるでしょ。多いですよね。そうなので、クリームソーダ柄にして、まあ、クリームソーダのところに、まあ、猫ちゃん、黒猫のエブリル男爵がちょっといるみたいな柄にさせていただきました。まあね、別に飾っていただいてもいいんですけど、まあなんか使ってもらえた方が嬉しいなという気もしますし、でも私も1個しか持ってなかったら多分使わないなっていう気持ちでいます。ということで、堀江由衣の天使の卵を今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。改めまして、こんばんてん、堀江由衣です。私最近あれを買ったんです。ファイヤースティック、皆さん知ってますか、ファイヤースティック。親方あります、ファイヤースティック、ない、今野さんあります、あれとか、例えばほら、今配信多いじゃないですか、アマゾンプライムとか、TVer ってどうやって見てます？スマホ？タブレット？タブレット？ iPad とか？そうか。私、まあ、今までね、スマホでそういうの見てたりしたんですけど、なんか便利だよって聞いて、よし、じゃあやってみようと思って、注文して、届いて、家で、まあ、接続とかちょっと頑張ってすっごい時間かかりましたけど。いや、なんかね、テレビが古すぎてなのかわかんないんですけど、なんか、何回かこう、いろんなとこに刺してみたんですけど、映るとこがもう一箇所しかなくて、だからブルーレイを撮るか、ファイヤースティックを撮るかの二択になったんですよ。で、まあ、ひとまず、ファイヤースティックを刺してみようと思って、ファイヤースティック刺したら、もうそのブルーレイ見るとチャンネルだけは映るから、もうじゃあここで見ようっつって、今見てるんですけど、だから、その、アマゾンプライムとかね、今までそのスマホの画面で見てたのがテレビで見られるようになったから、うおー、嬉しいと思って、現場で、
たまたま会った役者さんの女の子にその話をしたら、なんかキョトンみたいになってて、え？ってなってて、堀江さんじゃあ今まで何で見てたんですか、スマホですかって言われて、ええ待て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 、あなた何で見てるのって言ったら、いやなんかもう当たり前にテレビにもう今そういう機能がついてるからって言われて、えなテレビ新しいのって言ったら、いやそんなことないですけどみたいな、あ何え何これ何、私すごい機械を手に入れたつもりでいたけど、これ何もうあるあるなのって言ったら、はあみたいな、はそうですかしたら、あのなんか堀江さんすごい可愛いっすねって言われて、絶対バカにしてるでしょっていうちょっと出来事がねありましたね。でもなんかこれで今までよりも私のあのチャンネルの幅も広がったので、だからあれですよね、本当に TVer とかが結構テレビとかで気兼ねなくというか見れるように、まあスマホはスマホでね外でも見れるっていう便利さはあるんですけど、家で見られるようになったので、なんかなんだろう、ほら録画する番組とTVer で見れたら、まあ、しなくてもいいかなとか。まあ、でも一週間だけしか見れないからどうしようかなとか。なんかそういうこう、録画、今までしてた番組と、をしなくて良くなって、また別のものが撮れるから、あ、このか、バランスが変わる、みたいな感じで、ちょっとね、いろいろ、さらに、ちょっとね、楽しくなりそうです。おうち時間がね。では、リスナーさんから届いた普通歌を紹介していきましょう。静岡県の天玉ネーム、ゲンお兄ちゃんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。先日、上田かなさん、名畑めひとみさん、ほっちゃんの3人でオンラインリアル脱出ゲームに参加されたそうですね。そして、脱出成功おめでとうございました。オンラインでの脱出ゲームは普段とどんな違いがありましたか？あと、ほっちゃんの自己評価では、どれくらい貢献できたと思いますか？ということでね、そうなんですよ、これね、やってみたんですよ、初めて。まあ、かなちゃんと、なばちゃんと、私の3人で、オンラインで脱出ゲームなんですけど、本当にオンラインで脱出ゲームするの、初めてだったんですけど、まあ、結果めちゃくちゃ楽しくて、でもなんか、どうやってやろうかなと思って、その、携帯とかの、まあ、画面で、まあ、私がやったのは、封鎖された、人狼村からの脱出みたいな感じの名前の、ごめんなさい、ちょっと違ってたら本当ごめんなさいっていうタイトルのゲームだったんですけど、まあ、ちょっとそのなんていうのかな、まあ、あんまり詳しくは言えないんですけど、まあ、サイトを押すと、その脱出ゲームが始まって、まあ、なんか VTR を見ながら、ちょっとなんかドラマみたいなものをちょっと見ながら、脱出ゲームを進めていくみたいな感じなんですけど、だからその画面を見るプラスもう一個かなちゃんとのばちゃんとなんか繋がなくちゃいけなくて、だから私は結局 iPhone2 台でやったんですけど、まあ、iPhone2 台持ちじゃん私いろんな人からちょっと小バカにされる iPhone2 台持ちじゃないですかiPhone2 台でやったんですけどね、なんかこのためにそれでなんかこうやっぱつないでこの3人でつなぐっていうのが結構大事じゃないですか、やっぱ相談しながら脱出ゲーム進めるから。だからどうやって3人つなごうと思って、これはもしかしたらズームって言われるかもしれないと思って、私ズームをやったことがなかったから、あ、これは携帯にズームを入れなければって言ってズームを入れてみたんですけども、なんかズームがなんか暗証番号とかを多分私間違ったりとかしてなんかロックされたりとか、本当いろいろありながらズームのやり方をマネージャーさんに教えてもらって、でよしやっとできるようになった、まあできるようにはなったけれども念のため招待してもらおうとか、まあいろんなこと考えながら臨んだら、LINE でいい？みたいになって、あ、LINE か、まあ LINE 通話でいいか、まあなんかせっかくズーム覚えたけど LINE 通話になったまあ LINE 通話いいかと思って、じゃあ LINE 通話でと思って LINE 通話って言われたから通話だけだと思ったら、じゃあカメラなんかつけるねみたいな感じになって、カメラもつけるの？ LINE の通話もカメラつくんだってなって、なんかその立てかけるやつとか用意してないから、あ、どうしようみたいな、結局そのドタバタから始まるっていう感じでしたけどね。でも LINE 通話で
3人つないで、もう一個の iPhone で、その脱出ゲームの方につないで、で、おのおの再生するから、なんか、じゃあせーので再生しようみたいな感じで、せーので再生して、同じ VTR を見て、どんどんゲームを進めていくって感じでやったんですけど、本当に楽しかったです。でも、なんかね、その、自分の iPhone のつながりが、なかなか悪くて、なんか前のページに戻れないとか、iPhone も、普段使ってるのは8プラスなんですけど、2台持ちの2台目が10とかだから、使い方がまた微妙に違って、なんかそっちをまだ使いこなせてないから、見たいページが見れないとか、なんかちょっとね、そういう自分のね、不慣れさの不便さはあったんですけど、でも、脱出ゲーム自体はめちゃくちゃ楽しく、そして見事最後、脱出させていただいたので、なんかこう、すがすがしい気持ちで終われました。なんかね、なかなかね、今、脱出ゲームも行っていいのかいけないのか、まあちょっとね、よくわからなかったりしますけれどもね、不安な人は結構このオンラインでも全然めちゃくちゃ楽しいので、ぜひね、遊んでみたらいいなと私は思います。じゃあちょっともう一枚ね。ご紹介したいと思います、北海道の天玉ネームちみみさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。黒猫同盟の解放で新コーナーユイスタグラムが始まるそうですね。ほっちゃんのアクリルスタンドとのユイスタ映え写真を募集ということなので、私も参加してみようと思うのですが、アクスタを丁重に扱うあまり外に出したことがないので、アクスタとのデート経験豊富なほっちゃんに映え写真を撮るポイントを教えていただきたいです、というね、お便りありがとうございます。そうなんですよ。黒猫同盟の解放で、まあ、新コーナーをちょっと作ってみようかということになりまして、ユイスタグラムというね、コーナーのタイトルだったっけな。まあ、そんな感じのコーナーが始まるんですけど、これね、何かっていうと、アクリルスタンドを有効活用したいなと思いまして、私は、前もね、テントまでちょこっとお話ししたりしましたけど、自分の推しのアクリルスタンドを、まあ、なんか、例えば海外でイベントがある時とか、まあ、浅野さんの新婚旅行について行く時とかに、絶対持って行って、で、推しとその綺麗な景色を撮るとか、で、自分のアクリルスタンドも持ってって、自分と推しのアクリルスタンドとその綺麗な景色で撮るとか、なんかとにかくなんかそうやって楽しみたいんですよね。だからぜひね、皆さんも私の、なんかどっか、素敵なところに、まあ、なかなか今ね、外出もあれなんですけど、まあ、素敵なお店だったり、素敵なところに行った時に、私の、こう、アクリルスタンドを、なんかこう、いろんなところに連れて行ってあげて、なんか撮ってもらえたら嬉しいなっていう感じなんですけど、なんかね、私が思ったのは、まずね、ツーショットは難しい。これなんか、プロの、自分の撮影の時に、プロのカメラマンさんに、この推しのアクリルスタンドと実写の私が、同時に両方ボケずに映る方法ってあるんですかって聞いたら、やっぱりプロの方でも、相当難しかったんですよね。だから、ツーショットがね、なかなかちょっと難しいので、そうじゃない、多分撮り方の方法を考えていただくといいのかなと。で、私が今ちょっと挑戦したいのは、なんかね、ミニチュアみたいなところの、前に置いて、アクリルスタンド置いて撮ると、なんか本当にこうリアルな、ちょっと等身が合ってる感じになったりするので、まあリアルな景色と合わせるのも、面白いんですけど、それちょっとなんか、あえてミニチュアみたいなところとかでも、なんか結構可愛く撮れそうだなって思います。なんかドイツにね、今野さんと前行った時に、そのドイツの、なんだろう、お店屋さんで結構ミニチュアっぽい家具とか、ミニチュアっぽいなんか、飾り物とかが結構多く売ってるんですよね。クリスマス時期だったのもあって、なんかそういう可愛い飾りとかがあって、で、そういうところの前に試しに私の推しの服部さんのアクスタをこう置いてみたら、合うみたいな。ちょうどサイズ感合うみたいになったので、まあそういうね、いろんなちょっと、工夫をしていただきながら、ちょっとね、皆さんのお出かけのついでに、私のアクリルスタンドも連れてっていただいて、せっかくなので、なんか可愛い写真をね、撮って、それを、ぜひ黒猫同盟の、方に送っていただけたら嬉しいなと思っております。
はい、というわけで皆さんメッセージありがとうございました。では一曲をお届けしましょう。7月24日金曜日より各種配信サイトにて配信がスタートします、堀江由衣ライブツアー2019文学少女クラブより、今日はね2曲目の曲をお届けしたいなと思ってるんですけど、まあ、先週ね、一曲目の春夏秋冬を、かけさせていただいたんですけど、まあ、ちょっとせっかくなので、ライブの話も、改めてしていこうかなと思うんですけど、そのなんか、まあ、春夏秋冬という、今回ライブのね、テーマが決まった時に、一曲目が春夏秋冬という曲から始まって、で、この二曲目からは、春ゾーンということになっております。春ゾーン、この曲春。なんかまあいろいろ一応発売が春とか、なんかアニメが始まったのが春とか、いろんなね、で歌詞に春っぽい言葉が入ってるとか、どれかを使って春夏秋冬と一応決めてるんですもんね。はい。まあ、今回はね、私が17年ぶりぐらい、だから0歳ぶりぐらいにバンドの皆さんとやらせていただいたライブなので、結構ね、曲、セットリストは、キンクレコードの偉い人、三島さんにお任せしてて、三島さんのセットリストではこの2曲目にこの曲が来たと。でもね、すごい相当、セットリスト、ドキドキされてましたよね。なんかずっと、大丈夫かな、お茶の、お茶のお客さん喜んでくれるかなってずっと気にしてました。はい。そんなね、2曲目お届けしたいと思います。それでは聞いてください。堀江由衣で光。ミス、モノクロームの白黒つけておしまい。意識の中、目を閉じて。私はミス、モノクローム。今スイカが食べたい存在、今度もそんな気しない。それどこかにおねだりしてますか。ああ、おいしいスイカが食べたい。いや絶対にどこかにおねだりしてますよね。ではメッセージを紹介します。北海道モノクロネームゆいげつさん。木炭こんばんクローム。木炭の戦闘力は469,600のフリーゼ様クラスの戦闘力を持っていると聞いたのですが、実際のところはどうなんですか。私戦闘力はよくわからないけど、電池消費量は年間469,600本。戦えるかな。まだまだみんなからの質問待ってるわ。堀江由衣の天使の卵、続いてはこのコーナー、名言王に私はなーる。リスナーさんからよくある名言を募集して、それを私がアドリブで全く新しい名言に変えていきます。それではミスモノクロームのおもり役、2代目ミス言葉詰めの今野さん、お願いします。はい、では早速行ってみましょう。うん、千葉県天玉ネームミケキャットさん。はい。押しは押せるうちに押せ。はあ、いい言葉。誰の言葉？この人かな。でもよく聞きますよね。あ、本当に、うんうん、いやこれすごいわかるわ。押しは押せるうちに押せ。いやなんかやっぱりいやなんかね、これは私の今の推しだけじゃなくって、なんかすごい可愛いアイドルの女の子とかも、なんかやっぱこの時期のこの子好きとかあるじゃないですか。別に今が変ってわけじゃなくって、この時期のこの子のボブカットが好きだったとか今のロングも可愛いんだけど、やっぱ私ボブが好きだからあの頃が好きだったなとか、なんかそういうのあるじゃないですか。だからそういう時に本当に押せる時に押せっていう気持ちはね、めちゃくちゃわかりますね。引退しちゃったりね。あ、とかね。まあ、いろいろね。あ、そういうことか。あと、まあ、ゲームとかだったらね、配信終了じゃないですけど。ってこともね、なきにしもですもんね。あー、なるほどね。押しは押せるうちに押せ。あー、うまいなぁ。うまいな。押すは、押すって言えるうちによ。言え。
やっぱね、これ大人になると、やっぱあの挨拶とかどんどん重要になっていくじゃないですか。だからなんかあの子供の頃、言えるうちにおーすって振っといて。デンタマネーム、コッシーアンさん。私、年の割に濃密な人生経験を送ってきたので。ほー。私失敗しないのでみたいな感じの言い方ですけど。あ、へー、そうなんだ。ドラマのセリフ、ね、ドラマのね、セリフなんですね。お決まりのなんか、フレーズ。へー、なるほど。私、年の割に濃密な人生経験を送ってきたので。あ、まあ、ほっちゃんも17歳なのにとっても濃密な人生経験を送ってますよねっていうあの、コメントがね、書かれていますけれども。まあ、確かにそうですね。前世から声優やってると、まあ、いろいろありますよね。なんだろう。私、年の割には、ちょっと年上に見られるので、まああの一応17歳なんですけど、多分22、3歳ぐらいに見られるかな。ねえ、なんか今日初めて動くなるんじゃんこの音っていうね。どうですか、あの17歳なんですけど、皆さんなんかどれぐらいに見えます？17歳よりちょっと大人っぽく見えますよね、やっぱね。なんか20歳ぐらい20歳ぐらいに見れます？なんかね、あんまやっぱね、17歳ですねっていうのは、言われないとみんな気づかないみたいで。ちょっと大人っぽく見えるのかな。まあこの年頃はね、背伸びしたいから、嬉しいですよね。引き続きこのコーナーでは、私にアレンジしてほしい名言をお待ちしています。堀江由衣の天使の卵、そろそろお別れの時間になってしまいました。いや、なんかほんとみんなね、あの私を17歳ってなんか覚えてるような忘れてるような不思議な感じなんで、気をつけてくださいね。あの名前の後によくカッコで数字書かれるんですけど、あれ背番号なんで。私ほら背番号あるじゃないですか。まあちょいちょい背番号変わるから、まあポジションも変わるし、背番号もまあ変わったりするんですけど、まあそれ別にどのチームでもあるじゃん。だからね、あの一応年齢17歳なので、皆さんちゃんとよろしくお願いしますね。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送堀江由衣の天使の卵、それぞれの係まで。メールはすべて小文字で、tamago@joqr.net、 tamago@joqr.net、 tamago は TAMAGO です。メッセージを紹介したリスナーの皆さんには、天使の絆創膏をプレゼントします。そして番組のホームページはこちらです。 http://king-cr.jp です。ということで、この時間のお相手は、いやなんか結構寝る直前に海に潜り始めると、ホタテがなかなか取れなくてちょっとイラッとするみたいなね、な堀江由衣でした。それじゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム。